8時ぐらいですね、ここは中山公園の駅になります。ちょっと地下鉄降りたんで歩いていきたいと思います。やこましいな、あの車。なんかイチゴを売ってますね。なんか花売ってますね。ここはチャンリンルーです。本当あんまり意味のないことをコメントしてます。見たらわかるんですけど、若干ちょっと腰痛になりそうな嫌な予感がしてるんですけど、昨日一応ジム行って腰に負担かけないように筋トレはしました。あの会員にならなくても1回20何件で入れるジムがあって、最初できた時全然人いなかったんでこのジム大丈夫かなと思ったんですけど、昨日行ったらもう人いっぱいでしたね。まあでも会員にならなくて毎回、まあ、日本円で500円ぐらい払っていくようなジムの方がいいっすよね。毎月月会費とか払うと行かなくてもお金払わないといけないんで。で会員になってしまって、うわここのジムあんま良くなかったと思っても1年分とか中国の場合払いますから、それだったら毎回少し高くても払う方がいいですよね。テスラのショールームです。テスラ結構なんか値下げしてるって聞きましたけど、中国でいくらぐらいですかね。なんか昔モデル3で21万元とかそれぐらいだったと思うんですけど、だいぶなんか製造コストが下がってるんですかね。まあ中国では売れてると思いますって話してた。ちょうどテスラの走ってきましたね。今外は若干涼しいぐらいですね。まあ長袖のシャツでちょうどいいぐらいですね。ちょっと歩いていきたいと思います。
ここはジョンシャンシールとチャンニンルの交差点です。ちょっと信号が変わるんで向こう渡りましょうかね。ここはちょっとした公園ですね。ちょっとダンスしてる人たちがいます。このジョンシャンシールを行こうかな。でもこれちょっと車というかバイクが多いですね。ちょっと向こうから行きましょう。なんかちょっと前までここにスタバとか、あとパン屋ですね、あったんですけど、もうここなんか封鎖されてますね。路地を行ってみましょう。
確かこっち行った行き止まりやったような気がするんですけど。そうですね、これここで道終わってますね、住宅街で。なんか YouTube に結構散歩動画アップされてるんですけど、欧米人向けとか、まあ基本的に皆さん無言で歩いてるだけなんですけど、こんな路地来てる人いないですね。道の名前が分かんないですよ、これ。でもここのマンションというか住宅地名とチャンニンルーになってますね、住所は。行ってみようか。小学校ですね。チャンニンルースペシャオって書いてますね。お前来ましたね。ここなんか図書館ですね。キョブジャージャオコミュニティライブラリーって書いてますね。
ここはワンハンドゥルーですね。ここからあの釜のところ、反対側ですね。向こう行くとチャンニンルーで、ローシャンガンルーになります。ここにスポーツジムあるけど、なんでしょうね、ここのスポーツジムに。まあ人あんまいないけど、なんか行く気があんまりしないですけど、安いのかな、ああいうところ。上海の車のナンバープレートって今10万元ぐらい、8万元とか、日本円で160万円とか80万円ぐらい、180万円ぐらいするんですけど、なんかバイクのナンバープレートで30万元とかって言ってましたね。30万元、40万元やったかな。日本円でまあ600万円とか、めちゃくちゃ高いですよね、大型バイクのナンバープレート。本当お金ある人しかバイク乗れないですね。これが橋があって、ここ行けんのかな。あ、行けそうですね。前から人来るってことは行けそうですね。ここ蘇州川ですね。まあちょっとのんびり散歩しましょう。散歩動画なんで。うわ、なんかビル、オフィスビルですかね。多分向こうの公園までつながってると思うんですけどね。ですかね、会社かなんかですかね。ライブプラスポストプロダクションって書いてます。なんか会社ですかね。あそこであれ懸垂できますね。ちょっと懸垂します。これ一回置いときます。ちょっと懸垂軽くしました。歩いてる途中に筋トレするっていう。結構みんな川沿い向こうも人いっぱい歩いてますね。
これなんですかね。なんか環境の PM2.5 の量とか、あと騒音、空気の指数63、良いってなってますね。一応これは音のやつ。気温は19度、最高22、最低16。多分開いてますよね。行き止まりってことな。あ、多分開いてますね。自転車で子供が来ました。この公園に繋がってましたね。ここもなんか騒音のやつですね。これデシベルですかね、単位が dB って書いてるの。48、49デシベルぐらいって言われてもどれぐらいなのかちょっとよくわかんないです。あれが大きいのか小さいのか。しまった、あれ距離測るの忘れましたね。あの距離測るアプリをスマホに入れたんですけどね、設定するの忘れました。設定というか開始ボタンを押すの忘れてました。先日負けへんでさんと食事して、あれはロンバイの近くのあの韓国焼肉ですね。まあ美味しかったし、負けへんでさんも元気そうで良かったです。また上海に負けへんでさん戻ってきたら一緒に食事したいと思います。あそこ川の向こうは図書館ですね。この白いスポーツ用のシャツを着てます。長袖ちょうどいいですね。なんか向こう釣りしてる人がいますね。ちょっとこれでは見えにくいかもわかんないですけど、なんかちょっと蚊の匂い、ちょっと変な匂いしますね、これ。
ここにも鉄棒ありますね。ちょっと筋トレします。これカメラ置けないんでちょっと止めますね。また懸垂しました。歩きながら鉄棒があれば懸垂するっていう。日本でも公園に行ったら鉄棒あるか。今夜の8時23分ですね。ここはずっと川沿いがこうランニングコースになってるんですね。
ここはチャンニンルーですね。横が蘇州川です。チャンニンルーとフーロンジャンルーの交差点です。なんかもうすぐ夏の感じですね。まあ、ただ夏になる前に上海でも梅雨があるんで、まあ5月になったら結構雨降るでしょうね。でもなんか空気感としてはもう夏の空気ですね。もしあれだったらコメント欄で教えてもらいたいんですけど、皆さん今これ YouTube 見てるのって何で見てらっしゃいますかね。テレビ、スマホパソコン、ちょっとよかったら教えてください。何で今この動画見てるか、まあ、割と 4K テレビで見られてるという方がいるんで、この動画できるだけ 4K で高画質で撮るようにしています。データがめちゃめちゃ重いんですけど、まあ、別に編集、大した編集というか、ただ動画くっつけてアップするだけなんで 4K でやってるんですけども、皆さん何で、あ、そうですね、テレビ、スマホ、パソコン、あとどこで見てますかということを教えてください。まあテレビの場合家しかないですけど、パソコンとかスマホの場合はどっかカフェとか電車の中でスマホで見てるとか、歩きながらとか、なんかあったらコメント欄でぜひ教えてください。私大体まあ YouTube 見るのはもうスマホですね。基本的にテレビに電源入れることがまずないんで、今一応テレビは部屋にあるんですけど、前はなかったんですよね。
別に見れへんから見ないのでいいわと思って。スマホで見る場合は別に 4K でも画質多少落としたやつでも変わりはないと思うんですけど、やっぱテレビで見る 4K テレビで見る場合は大画面なんで画質がやっぱりいい方が綺麗に見えるみたいですね。光ってる建物あれ何なんですかね。なんか意味があんのかただ光らせるためにあれ作ったのかな。横はなんか展示会とかライブとかできるような会場ですね。これやっぱライトアップされてなかったらここ真っ暗なんで、綺麗にライトアップされてますね。写真撮ります。今日の動画暗いとこばっかり、夜なんで暗いですけど、私も昔はここ走ってましたそれかまあ一回上海マラソンとか申し込んで走りながらライブ配信とかやってみてもいいですけど、まあ、かなりしんどいでしょうね。フルマラソンは絶対この YouTube 撮りながらとか余裕がないです。そんなハーフマラソンだったらなんかちょっと練習したらいけそうですけど、フルマラソンだったらその YouTube で喋りながら走る余裕がないです。この道って前からこんな広かったでしたっけ。まあ広いんでしょうね。途中から広げることなんてできないですもんね。これほんとずっと向こうまでこう川沿い歩こうと思えば歩けますね。まあ逆にこの反対側ずっと歩いていったらワイタンまで行きますけど、ちょうどワイバイドゥーチャのところですね。
まあまあ歩きましたね。そこの陸橋はちょうどウェニンルのところですね。あれ下横断歩道なかったのかな、なんか横断歩道あったような気がするけど、あ、横断歩道ありますね。この道はずっと本当続きます、川沿いを。ウェニンルの駅の方まで行ってみましょうか。これ地下鉄の駅でいうと2駅分歩いたってことですね。中山公園、ロシアン・ガング、ウェニングと。まあこれぐらいの距離余裕ですね。普段散歩してるんで。
今はさっき8時半と思ってたら違いました、9時半でした、ね、今9時45分です。そんな時間になってたんですよ。なんか勘違いしてました。そんな時間になってたんですね。1時間間違ってたんで、すごいなんか時間を失った気分です。上にいるんですよ。うわ、テンシャンルーです。そうか、ちょっと遅くなったんで地下鉄で帰ろうかな。というわけで、ここエニンドの駅です。ということで帰ります。ありがとうございました。